はいどうも、キスケです。今回ですね、また新しく、新カードが3枚、解禁されたのでですね、そちらの方一緒にちょっと見ていきたいと思います。はい、よろしければ動画の方最後まで見てってください。レディゴー。はい、まず1枚目こちらですね。野生のゴーレム、ウィッチゴールドフォロワーで、5コス34進化後、進化前が23と、土の秘術、プラス1プラス2する、自分のターン終了時ランダムなフォロワー1体に、1ダメージあ、じゃあランダムなフォロワーに1ダメージを、X 回与えると、フォロワーの攻撃力分与えるんですね。どうなんでしょうかね。まあその5コスの割にはスタッツが非常に弱いと。だからまあその正直ね、そのまあそのウィッチに森の石のようなカードが、出たと。まあただそれだけの話なんですけども、いやーまあ正直微妙ですよね。まあスタッツはまあ上がっていくんですけどもね。いやー微妙かな。はい、お次のカードはこちらギガース。はい、ニュートラルのフォロワー、7コス75、進化後97と、交戦時相手のターン終了時まで、このフォロワーへの4以上のダメージは3になると。だからまあ非常に死ににくいっていう感じですね。まあいや果たして7コスでこいつを出す価値があるのかと。だからまあ純粋に確定除去でね処理されればもう簡単に破壊される話なんですけども、まあ2ピック、2ピックとかに採用されてくるとまあ確かに強いのかなって思いますね。ただそのランクマッチとかね、そういった環境に出てくるカードではなさそうですね。はい、お次のカードいきましょう。はい、お次のカードはこちらアイギース、ビショップフォロワーシルバーの3コス2332と、まあスタッツは高いですね。ファンファーレ、このフォロワーが場を離れるまで、自分のリーダーへの全てのダメージをマイナス3すると。まあそのまあ、スタッツは高いと言いましたけども、やっぱ体力が2なんでね、まあ、2、3ならちょっと使われるかもしれないカードなんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、3、2なんでね、2コス2、2のフォロワーで簡単に除去られてしまうっていうことを考えると、まあ、微妙ですよね。まあ、確かにその終盤に出せると、まあ、使い方がまた変わってくるのかもね、知れへんけども、まあ、その、微妙っすね。やっぱり使われないんじゃないかなって思いますね。はい。まあね、今回3枚のカード、紹介いたしましたけども、正直な話ですね。もう全然パッとしない。もう、今回のパックはほんまにスタンダードパックを開ける感覚で開ける人がもうほとんどなんじゃないかなって思うんですよね。はい、以上ですね。もう何も言うことはないですね、正直。まだね、まあ新カードは残ってるので、まあ今後に期待して皆さん待っていたいと思います。はい、それではね、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは、バイバイ。